皆さんこんにちは。本日は2023年の4月27日木曜日、現在時刻は12時を過ぎたところです。現在地はご覧の通り門司港に来ております。門司港と言われてもね、場所が分かんない人のためにちょっと地図見に行きましょうか。この地図の上部には歴史と潮騒の町門司港というふうに書いてありまして、まあ、ご覧の通り海が近い場所です。そしてここね、山口県下関市というふうに書いてあります。つまり現在いる門司港というのは九州の最北端、北九州にある町です。この門司港で起こった歴史的な出来事といいますと、こちらに絵が描いてあります。この海で左側に描いてあります源義経、彼が八艘飛びを行ったとして有名な壇の浦の戦いが行われた場所、そして左側にはここにも絵が描いてありまして、巌流島の決闘、宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島がある場所です。他にもこの地図見たら分かるように地図の中に建物の絵が描いてあります。これらは国指定の重要文化財であったり市指定の重要文化財となっておりますので、この周辺にたくさんレトロな建物が立ち並んでいる、そういった場所です。この九州北部、現在いる福岡県というのは大陸に近いということもありまして、昔から玄関口として栄えていた地域です。特に明治時代以降というのはこの周辺が国際貿易港として発展していった時期になります。明治時代にこの周辺で港が発展したとなりますと、この周辺に金持ちが集まってきます。よし、じゃあここで、金を儲けてやろうと、そういうことになるわけですね。ということでこの周辺に三井や三菱といった財閥系の企業が進出してきます。他にもね、石炭産業とかがここら辺は有名なので、その石炭によって財を築いた地元の安川や麻生といった人々もここに進出してくるのです。そんな門司港の観光の起点となるのが一番最初に紹介したこちら門司港駅なんです。この地図の右上に門司港駅の写真が載っておりまして、これは国の重要文化財ということがわかるかと思います。現役の駅舎として全国で初めて重要文化財に指定されたのはこの門司港駅です。駅舎はネオルネッサンス様式の木造2階建て。僕が大学生の頃も来たことがあったんですが、多分ずっと工事されてたんで最近になって工事が終わったんでしょうね。駅入っていきますと、これは昔の切符売り場かな。そうですね、やっぱり現在は使われていないようですけれど、昔はここで切符を購入していたようです。駅構内のホームにはこのように九州の鉄道の起点駅ということを象徴するゼロマイル表の記念碑があります。ここは九州の鉄道の起点となったところです。明時24年4月1日この門司港駅、当時の門司駅から玉名駅まで鉄道が開通しましたと書いてあります。玉名駅というのはこちら赤いピンが立っているあたり、この門司港から玉名の線路が九州鉄道の歴史の1ページ目なのです。その他の見どころとしましては、こちら関門連絡線通路跡、向こうに見えています。関門連絡線とは何かという話になると思います。この関というのは下関の関、そして門というのは門司の門です。つまりこちらにある下関とこちらにある門司港、これは本州と九州なんですけれど、本州と九州をつないでいた、そういった船が関門連絡船といった船なんです。ここに書いてありますね、この通路は当時駅から桟橋までの約100メートルを結んだものである。つまりこの門司港駅からこの辺りにあった桟橋に対してまっすぐ直通で行けるというふうな、そういった通路がここにあったんですね。まあ、ご覧の通り今は向こうに行けなくなっています。ではなぜこの関門連絡船がなくなったのかという話になると思いますが、昭和17年に関門海底トンネルが開通、これによって人の流れが完全に変わります。この辺りに海底トンネルができたというふうになりますと、もう船を使う必要はないということで、この関門連絡船はなくなってしまったんです。この駅舎自体がもう観光名所化してしまっていますので、このようにたくさんの展示が並んでいます。現在2階に入ってきたんですが、こちらね、貴賓室というものがあります。すごい、結婚式できんの。天井を見てみますと、天井は折り上げ天井ですね。さすがです。
これ結構格式の高いそういった天井なんですよ。大正時代には大正天皇もこちらの貴賓室を使ったと考えられています。そんな門司港駅を出ていきますと、目の前に歴史的な建物が2つ飛び込んできます。こちらは日本郵船、元をたどっていきますと三菱にたどり着く会社、そして右側にありますこちら旧門司三井クラブ、もう名前の通り三井の建物です。三井がこの周辺に社交クラブとして作った建物です。大正時代にアインシュタイン博士が日本を訪れた際にはここに宿泊しておりまして、アインシュタインメモリアルルームというものが公開されています。玄関入ってすぐのステンドグラスには三井物産を象徴するハンセンのステンドグラス、この周辺をぐるぐる観光してきたら現在が1時、だいたい1時間くらい回ってたんですね。ちょっとお腹も空いたので何か食べましょうか。この門司港の名物といえば焼きカレー、そして瓦そばなんかも有名です。門司港来るたびに瓦そばしか食べてないんで、今回は焼きカレーを食べてみようと思います。なんかいろいろあるんですが、僕はこちらの焼きカレーセットにダブルチーズというものを頼みました。店内もやはり門司港らしいレトロな感じ。待ち時間に門司港焼きカレーなぜ有名ということを検索したら諸説あるそうですが、焼きカレーを始めたのは昭和30年代の門司港にあった喫茶店と言われており、当時余ったカレーをグラタン風にオーブンで焼いたところ実に香ばしく美味しく仕上がったので後にお店のメニューとして出した、そしたら好評を得た、なんか普通の理由でしたね。見えますかね、カレーがグツグツしてますよ。すごいな。こっちはサラダと、なんだこれ、杏仁豆腐っぽく見えるけど別に杏仁ではないな。ごちそうさまでした。美味しかったですよ。ここにあったあの杏仁豆腐と書いてたやつね、あれ杏仁豆腐じゃなかったです。一人で来たのでテーブル使うのもなと思ってこっちに来たんですが、テーブルもね多分景色がいいんでしょうね。それでは再び散策に戻っていきましょう。来た道を戻っていきますと、あのようにちょっと塔みたいなものがついた建物があります。なんか横浜っぽいですよね。九州の横浜といったらまあまあ雰囲気は伝わりやすいと思います。この塔がついた建物何かと言いますと、北九州市の旧大阪商船の建物です。この大阪商船も名前の通り船会社ですので、いかにこの門司港が海と関連の深い場所かということがわかるかと思います。そんな大阪商船の建物から少し曲がったところにはこのように関門海峡が広がっております。潮の流れが速いとして知られているこの関門海峡、現在でも多くの船がこの海峡を渡っています。向こう側に見えていますのが下関です。あちらの黄色い屋根はおそらく春帆楼ですね。日清講和条約が結ばれた場所ということは、あ、これがやはりそうだ、赤間神宮が見えています。そして一番目立つあちらの構造物が本州と九州をつないでいます関門橋です。ちなみにこの海を渡って向こうの山口県に遊びに行きたいという人はここからね船が出てますので、だいたい5分くらいで行けたんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらにあります青い橋、この橋は結構珍しいものでして、全国で唯一の歩行者専用の跳ね橋です。検索してみた感じだと14時にこれ開くんですかね。今が13時52分、あと8分か、ちょっと待ってみましょう。でも14時に跳ね上がった後に20分後に閉じるっていうことは20分間こっちにいなきゃいけなくなっちゃうな。ちょっと急いで渡りましょうか。おそらくこのワイヤーがぐるぐる回って跳ね橋が動くといった構造のようです。
なんか流れ始めたぞ。多分これがちょうど真ん中の場所なんでしょうね。あ、閉めれるようになってんのか。多分この船は遊覧船でしょうね。ぐるっと一周して回ってきたところのように見えます。おそらくあそこにいらっしゃる方が係の方でしょうね。今橋を渡れないように扉を閉めようとしています。おそらく左右から人が来ないかを確認しているんだと思います。現在扉が閉まったところです。もう向こうには渡れないと、そんな感じなんでしょう。今が2時ちょうど。さあ開き始めるのではないですかね。あ、動いてる動いてる。あそこ見えますかね。右側が少しずつ上に上がっていっているんだな。左も動くのかな。どうやら右側の橋がある程度跳ね上がったら左側の橋も動き始める、そういった仕様のようです。見えますかね。向こうの奥にある塔と比べてみたら分かりやすいと思います。放送では金橋ブルーリング文字が完成に開きました。なるほど、これが最大角度。さっき60度くらいというふうに言っていました。ということであと20分間くらいはこの橋は開いたままなかなか渡れないという状況ですね。でそもそもなんでこの橋が開くのかという話をしておこうと思いますが、こっちに入っていきますと船だまりといいまして、船が溜まっておけるような海の空間があります。この船だまりに昔は外国船が入ってきていたわけです。だからね、大きい船なんかはあそこもしも橋があったら通れませんので、その橋を跳ね上げて通れるようにしていた、そういった場所なんですね。この周辺に外国から船が入ってくるとなりますと関税をかけなければなりません。ということでここにあります建物が旧門司税関です。こちらの旧門司税関、入館無料となってます。へー、なかなかに立派な建物ですね。普通に税関とか言ってましたけれど、税関って何か分かりますかね。税関の仕事、ここに書いてあります。税関の仕事は関税などの徴収、輸出入貨物の通関、密輸の取り締まりなど、だからまあ入ってくる荷物をちゃんと監視する場所、そんな感じのイメージでいいと思います。社会悪物品隠匿の手口と書いてありまして、これ手口を公開して大丈夫なのかと思うんですけど、まあ、これ真似しても、ね、すぐバレると思うんで大丈夫でしょう。こちらはタバコの中に大麻を隠匿、この黒いのが大麻かっていうことなんでしょうね。他にも指定薬物、他には人形の中に覚醒剤を隠匿、すごいな。皆さんよく考えますよね。3階には展望台、すごいな。これね、レンガむき出して普通に触れちゃうんですけど大丈夫なんですかね、こんな貴重なものを。おー、なるほど、綺麗ですね。うん、中を見ているうちにこんな感じでもう橋が閉まっちゃってたよ。今ちょうどつながったところみたいですね。この建物が実際に昭和2年まで使われていたってんですから驚きです。それでは最後にこの門司港の中で一番目を引く高い建物、これの一番上にね展望室があるので、ここに登って終わりにしましょうか。向かっていきますのは31階。料金はたったの300円です。上の方まで登ってきました。関門橋が見える方向、つまり向こう側が本州です。でその横にねこういった山があるんですよ。ここに昔門司城といったお城がありました。その門司城の一角、こっちの方を見たら何やら塔があるんですね。あそこにある塔は一体何なんだと思って見に行くと、こちら世界平和パゴダと書いてあります。現在は足場が組まれておそらく改修工事中のようですが、パゴダというのはですね、英語で仏像または仏舎を安置する仏塔の意味です。あの塔の形はなかなか日本では見ませんが、あれは何かと言いますとミャンマーですね、旧ビルマ、そこの塔の形をしています。日本は第二次世界大戦中にビルマを侵略しました。その際の犠牲者をあそこに追悼しているのです。この門司港は第二次世界大戦中に大陸や東南アジアといった場所にたくさんの兵隊さんが出発していった場所でもあります。だから先ほどのような場所にパゴダが作られているわけです。先ほど春帆楼と赤間神宮はご紹介しましたが、あっちの方にもね源平合戦の史跡があるんですよ。多分あれだな、これ限界までズームしているんですが
ちょうど中央ら辺に銅像があるんですね。あちらが源義経と平知盛です。今も昔もこの周辺は交通の要衝です。たくさんの船が行き交っている様子を見ることができます。本日通ってきた経路を確認しますと、正面に見えていますのが門司港駅。ここから出発しまして三井クラブに行き、その後焼きカレーを食べました。そして少し戻っていきまして桟橋を渡ります。そして税関の建物を見学した後にこの塔にやってきたわけです。ということで、海と陸の交通の要衝門司港のご紹介でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。